トニーカ・カナーン、アントワーニ・ヒズ・カラー、トニーカ・カナーン・フィーリオ、アントイネ・リス・コラトニーカ・カナーン・フェリ、1974年12月31日イ、は、アラブ系で、ブラジル・バイア州・サルバドール出身のカレースドライバーである。アメリカ合衆国のオープンホイールレースで活躍しており、2004年のインディカーシリーズ、R チャンピオンである。カート、 R というアメリカの2つのオープンホイール選手権の双方で、通常の経験がある数少ないドライバーの一人でもある。2006年現在、ブラジルでは、サンパウロ、アメリカでは、マイアミに居住している。帰港。8歳の時にカートを始め、1985年に最初の選手権に参加し、1990年にカートを卒業するまで、 サンパウロ州選手権で各クラス合わせて8回に渡りチャンピオンを獲得し、ブラジル全国選手権でもチャンピオンに輝くという実績を残した。この間、13歳の時に父親を亡くし、以後母親がレース活動を支えた。1992年までブラジル国内でフォーミュラフォード、フォーミュラシボレといったジュニアフォーミュラレースに参戦した。 1993年にヨーロッパに渡り、1994年にはアルファボクサー選手権でチャンピオンタイトルを取った後、イタリア界3に参戦、初年度にもかかわらず表彰台を9回獲得し、ランキング4位を記録。そうした活躍がアメリカのタスマンレーシングチームの目に留まり、1996年には同チームよりインディライツへの参戦を開始した。 初年度からランキングに、ルーキー・オブ・ザ・イヤーを獲得し、翌年にはチャンピオンとなった。リシも、この時期は1996年に従来のインディカーレースと呼ばれていたシリーズである、カートからインディレーシングリーグ、R が分裂し、北米ではカートと R の2リーグが対立している今日だった。この時期に有力だったのはカートであり、1998年に、 上位カテゴリーにステップアップすることとなった、カナーンもカートを選んだ。この年は前年以前と同じく、タスマンチームから参戦し、表彰台も2度獲得するなどを検討した上、ウォーカーレーシングのジルド、フェラン、ニューマンハースレーシングのクリスチャン・フィッティパルディ、パックウェストレーシングのマウリシオ・グージェルミンといった、実力者を抑え、ブラジル人ドライバーの中で同年最高位となる。 ランキング9位を記録するという見事なデビュー年となり、初年度からルーキー・オブ・ザ・イヤーを獲得した。翌年はタスマンチームを吸収したフォーサイスで参戦し、この年はミシガン・スピードウェイで開催された第12戦、US500 で初優勝を飾った。2000年はモーナン・レーシングに移籍したが、この年はイルモア製メルセデスエンジンの不調と、 シーズン中盤のデトロイトにおけるクラッシュにより負傷し、4戦を欠場したため、ランキングとしては19位に沈む結果となった。翌2001年は再び、ホンダエンジンを搭載して、モーマンレーシングから参戦し、カートに復帰したアレックスザナルディとのコンビとなったが、9月にドイツラウジッツリンクで開催された第6戦の事故で、重傷を負ったザナルディが離脱を余儀なくされたため、 第18戦からは、ケイシー・メアーズを同僚とした。カナーン自身は、この第16戦を含め、第12戦から第19戦まで8戦連続、入賞を続けなどした結果、最終的にランキング9位につけた。結果的にカートでは3年にわたって参戦したが、優勝は1勝にとどまった。この時期からカートとアールの力関係には、変化が生じ、2002年途中で、 モーナンレーシングが R へ移る決断をしたため、この年、カナーンはインディ500に初めて参加したインディ500の開催は、R が持つためカート所属のカナーンはそれまでこのレースに参戦したことがなかった。2003年にアンドレッティグリーンレーシングに移籍し、シリーズフル参戦初年度を迎えた。この年は、オーナー兼ドライバーのマイケル・アンドレッティ、 チームグリーン時代からのコサンダリオ・フランキッティ、カナーンと同年に移籍してきたブライアン・ハータのチームメイトとなったが強力なチームのバックアップを得たことで一気にスタームにのし上がり一勝ランキング4位というチーム内ではトップの成績で終えた。翌2004年は優勝こそ3勝にとどまるが8位でフィニッシュした開幕戦以外すべてのレースを 上位5位以内で終えるという安定感で、前年限りでドライバーから引退したアンドレッティに代わり、チームトとなりこの年のランキング2位を記録したダン・ウェルドンにも80ポイント以上の大座をつけてチャンピオンを獲得した。連覇に挑んだ2005年は、ウェルドンとの間で立場が逆となり、独走したウェルドンに対して80ポイント差をつけられてランキング2位となった。 チャンピオンこそ逃したものの、この年はインディ500で、ポールポジションを獲得するというハイライトもあった。2006年は先行するチップがなし、ペンスキー勢に付け入ることはできず、ランキング6位に終わった。表彰台に上がることすら困難であったが、7月にウィスコンシン州で開催された第10戦 J ホイト225レースでは、終始レースをリードし、アンドレッティグリーンチームとしても、 シーズン初となる優勝を挙げ、一矢報いた。カナーンにとっては、前年8月にカリフォルニアで勝って、以来、実に11ヶ月振りの優勝でもあった。2007年は全ドライバー最多となる故障を挙げ、ランキング3位となった。雨で赤旗中断となったこの年のインディ500では、最多リードラップを獲得したものの12位に終わった。 2008年は一勝ながらランキング3位に入ったが、翌2009年はこの年2強のチップがなし、ペンスキー勢にやや遅れを取り、フル3戦7年目にして、初めてに勝利に終わり、ランキング6位にとどまった。2010年もチップがなし、ペンスキー勢が速さを見せ、ランキングは前年と同じ6位であったが、第8戦愛をアで自身2年ぶりの優勝を挙げた。 シーズン終了後の10月29日に、アンドレッティオートスポーツが、カナー・ンとの複数年契約を解除することで合意に達したことを発表し、8年間所属した同チームから離脱することになった。2011年は一度ドフェランドラゴンレーシングから参戦することが発表されたが、スポンサー不足などから急遽同チームが撤退することに、 なり、開幕直前になって、キロボルトレーシングテクノロジーからの参戦が発表された。ランキングは濃いと前年を上回ったが、最高位は2位で2009年以来の未勝利に終わった。インディ500では初参戦以来優勝がなかったが、2013年に悲願の初優勝を挙げた。また、ツインリンクも敵でのカート、インディカーのレースにすべて出走した、唯一のドライバーでもある。 2007年のフォーミューラ日本第9戦、鈴鹿サーキットにゲストドライバーとして参戦し決勝では6位入賞を果たしたゲスト参戦のためポイント話。2015年のデートな24時間レースで優勝を果たした。その気さくな性格から大抵のブラジル人ドライバーと交流があり、公式サイトには友人らからのコメント欄すら設けられている。中でも、 元イ一ドライバーのルーベンス・バリチェロとは兄弟のようなものというほど仲が良く2012年にはチームメイトに迎え入れた2006年イ一のモナコ GP でバリチェロがカナーンのカラーリングのヘルメットを同 GP と決勝日が同日5月28日のインディ500ではカナーンがバリチェロのカラーリングのヘルメットをかぶるという出来事があったこれはこの年の1月に バリチェロが思いついたお遊びがきっかけで、もともとはバリチェロが、カナーンが F1 で一番走ってみたいレースをカナーンのヘルメットカラーで走って友を驚かせるために考えたものであったが、カナーンはモナコと答えたバリチェロの企みを知ったカナーンは、ならば自分はインディ500をバリチェロのヘルメットカラーで走ると提案して実現したものであった。 両レースが開催される5月までこの企みは2人だけの秘密だった。ブラジル人の友人、特にバリチェロからは、カナーン、カナーンをもじって、アナン、アンの愛称で呼ばれている、ビッグイヤーという意味のほか、脳なしという意味もある。ブラジル人以外で特別な関係にあると言えそうなのは2005年まで、アンドレッティ・グリーンレーシングのチームメートだった、イギリス人、ダン・ウェルドンで、 ウェルドンはブラジルで毎年年末に行われているカートレースグランジャビアナ500マイルレースにて2004年2005年さらにはウェルドン自身がチップガナッシュへ移籍しカナーンとチームメイト関係がなくなった2006年もカナーンチームの一員として参戦するためにブラジルを訪れていたこの大会はもっぱらブラジル人ドライバーによる祭典であるため 外国人プロドライバーが参加すること自体が珍しいことである。近年のこの大会においてカナーンはバリチェロ、ウェルドン、同じく R に参戦している、ブラジル人、フェリペ・ジアフォーネとの人組で参戦している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。